大阪トヨタ自動車株式会社は大阪府を販売エリアとするトヨタ店のディーラーである。通称は大阪トヨタ。1927年3月、シボレー社を販売する報告自動車株式会社として設立。戦後、トヨタ自動車販売のトヨペット店展開の際に大阪地区の特約店となり、称号を大阪トヨペット販売に変更した。 大阪と東京の大都市部においてトヨタは日産などに対抗できる有力ディーラーを確保できなかったため、やむを得ず100%出資会社のディーラーとして展開した中の一つである。2006年8月8日に大阪トヨペット株式会社から社名を変更。逆に2006年8月7日まで現在の大阪トヨペットが大阪トヨタ自動車株式会社という社名であった。 2021年、トヨタ自動車は、ディーラーの自賠本化を進める中で保有している、大阪トヨタの株式を、トヨタ新大阪販売ホールディングスと、トヨタカローラ南海に譲渡。レクサス事業については、大阪トヨペットへ移管した。2020年5月現在、ハイメディック、トヨタ救急車は、大阪トヨペットで取り扱う。大阪地区では2006年の社名変更まで、 トヨタ店とトヨペット店の取扱者種が逆転した形で販売されていた。これは1950年代のトヨペット店新設、分派の際、旧大阪トヨタの社長が、トヨタ店がクラウン乗用車、トヨペット店がクラウンの商業車、マスターラインを扱うタスキ掛け方式販売に逆行し、堅牢でタクシー車として人気のあったマスターラインに執着し、 同社の販売権を獲得。逆に新設のトヨペット店が本来は、トヨタ店の扱う、クラウン乗用車の販売権を獲得したことに、由来する。ありがとうございます。